昨日午後、静岡市葵区で火事があり、住宅一棟が全焼しました。隣の建物にも延焼しましたが、けが人はいませんでした。昨日午後3時20分過ぎ、静岡市葵区吉津の住宅から黒煙が上っている、炎も見えると近くの住民から消防に通報がありました。消防などによりますと、火はおよそ5時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅が全焼し、隣接する建物も壁の一部が焼けました。出火当時、住人のうち4人が家にいましたが、全員避難し、けが人はいませんでした。火元は今とみられ、警察と消防は出火の原因を調べています。